いよいよジャパンカップの成績発表並びに表彰式に移ります。まずは短期大学部門です。発表いたします。短期大学部門準優勝、関西外国語大学短期大学部穂谷学舎。優勝、目白学園女子短期大学、おめでとうございます。おめでとうございます。4回目の優勝を果たしました目白学園女子短期大学。94年から始まった短期大学部門、今年で5回目となりますが、5回の大会中4回目の優勝を果たしました。続きまして一般社会人部門の発表並びに表彰式に移ります。発表いたします。一般社会人部門準優勝、目白チアリーディングクラブ A。 優勝、札幌チアリーディングチーム、おめでとうございます。少女札幌チアリーディングチーム殿、キーチームは日本チアリーディング協会主催。安定した力を見せた社会人チーム、札幌チアリーディングチーム、去年に続いて2回目の優勝です。優秀な成績を収められました。続きまして高等学校部門の発表並びに表彰式に移ります。高等学校部門第3位、東京高等学校。準優勝、神奈川県立住吉高等学校。優勝、箕面自由学園高等学校。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは表彰に移ります。優勝いたしました箕面自由学園高等学校の皆さん、前にお進みください。賞状、箕面自由学園高等学校殿、機構は日本チアリーディング協会主催、1998チアリーディング日本選手権大会高等学校部門において優秀な成績を収められました。ここにこれを称します。平成10年8月23日、文部大臣有馬明代読。関西の箕面自由学園高等学校初優勝です。毎年着実に力をつけてきて、ついに日本一になりました。続きまして後藤大会組織委員長より日本チアリーディング協会杯のオリジナルトロフィーが贈られます。続きまして NHK 放送総局長河野直之様より NHK 杯が贈られます。箕面自由学園高等学校の皆さん、おめでとうございました。盛大な拍手をお送りください。
して大学部門の発表並びに表彰式に移ります。発表いたします。大学部門第3位日本体育大学。準優勝桜美林大学同短期大学。優勝梅花女子大学。おめでとうございます。おめでとうございます。賞状梅花女子大学殿。機構は日本チアリーディング協会主催1998チアリーディング日本選手権大会大学部門において優秀な成績を収められました。ここにこれを賞します。平成10年8月23日文部大臣有馬明代読。優勝は梅花女子大学。豊富な技を見せた関西のチーム梅花女子大学が初めての優勝を果たしました。これで高校大学とも今年は初めて関西チームの1位となりました。後藤大会組織委員長より日本チアリーディング協会杯のオリジナルトロフィーが贈られます。続きまして NHK 放送総局長河野直之様より NHK 杯が贈られます。続きまして細川組織委員より選手代表に朝日新聞社賞が贈られます。ジャパンカップ98チアリーディング日本選手権大会もいよいよフィナーレを迎えました。見事優勝を飾りました3チームの皆さんに今一度盛大な拍手をお送りください。そして会場にお越しの皆様、本日は最後までご観戦いただきありがとうございました。皆様の温かいご声援とチアリーダーたちの情熱が一体となって素晴らしい大会となりました。どうぞこれからも。後藤さん、各部門の結果が出ましたが、それぞれの優勝の秘訣どんなところでしょうかね。はい、今年はですね、第1回のジャパンカップということもあってですね、その意気込みとか熱気が伝わってきた大会だったんですが、特にまあ一般のですね、札幌チアリーディングチームの技の綺麗さ、はい、まあ、いわゆるそのクリーンといいますかね、揺れない、きちっとその着地までするという、そういう部分がすごくこう目立った部分がありました。それから短大に至ってはですね、まあ、2年間しかできないチームですけれども、きちっとですね、技を豊富に入れてやってきた、まあ、その辺も良かったですね。特に高校にあってはですね、箕面自由学園高校の技の豊富さ、それから一つ一つの技にいろいろ変化をつけてやってきた、また難しい技をもう相当こう入れてですね、取り込んでやってきた、これが非常に印象深かったです。また大学部門にありましては、まあ、強いチームが、まあ、羅列してするぐらいあるわけですけれども、そういう中で梅花女子大学が、自分たちの悲願を達成したという満足感が非常に伝わってきました。まあ、そういう中で梅花のですね、今年の第1回目のこの優勝がですね、今後もつながっていってくれて、2回3回というふうにつながってくればいいな、こういうふうな感じがいたします。
技の豊富さという点では海外からのお客様の目も引いたでしょうね。はい、もうあの海外の皆さんもですね、予選からずっと見てたんですけれども、もう大変びっくりしてました。まあ、これからですね、国際大会に向かってですね、安全規則または国際ルールの制定もしていかなければなりません。まあ、国際ルールも2分30秒の1分15秒以内の音楽の使用ということは決まってるんですけれども、まあ、どういう技を中に入れて、それを審査していくか、まあ、そういうことまで決まってないんですね。それから開催国、これもですね、これから来年の2月のロンドン会議を経て決定することになっております。まあ、そういうところから私どもも日本国内でも素晴らしい選手の輩出、そして世界的な指導者の育成というものをやっぱりしていかなきゃいけないなというふうに思っています。ジャパンカップでもしのぎを削る戦いがありますが、世界レベルでの戦いもこれから楽しみですね。そうですね、まあ、私もぜひですね、まあ、世界のそれぞれのチームが強くなってもらわなきゃ困るなというふうに思います。まあ、一つだけが強いんではなくて、各国が強くなって競い合う、そういう大会にしていきたいなというふうに思います。今年の日本一のチームが部門別に決まりました。さて、後藤さん、今年の大会踏まえていかがでしたでしょうか。技の豊富さ、連続性、高さ、スピード、そういったものが集約されて素晴らしい大会だったんですね。これから日本のチアリーダーたちにこんなところ気をつけてほしい、あるいはこうなってほしいというところがありましたらお願いします。はい、チアリーディングは技を競う、もちろん大会ですけれども、それと同時にチアリーディングの場合はリレーションシップとか友情とか、そしてその調和とかですね、協調性を大切にするスポーツなんですね。だからそういうものを大切にしてこのチアリーディングに取り組んでいただければいいなと思います。一般社会人部門の参加も増えてきましたし、それからちびっこの人気もすごかったですね。そうですね、これからまあ社会人がもっともっとすごくなっていくのかなと思いますし、それから小さいお子さんはやはり可愛いですからね、ああいう方たちにぜひともエールを送って、もっともっとたくさんのちびっこが、まあ、小さいお子さんが出てきてくれると嬉しいなというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。放送の解説は日本チアリーディング協会後藤節夫理事長でした。それではこの辺で東京代々木第二体育館からお別れします。